はじめ、神奈川県立磯子工業高校の小花です。私は多脚ロボットを学校の教材として活用したいと考えています。コントローラーは RCD3、 サーボは788、足は6本、1本の足にサーボが2個、合計12個と、多分森永さんの1本足分より安く製作していると思います。それでは実際に動かしましょう。前進お願いします。じゃあ旋回してください。このモーションは今こちらのいる、生徒が作りました。作成時間はだいたい 5,6 時間程度でできますので、二足歩行ロボットと比べて短時間、非常に短時間でモーションが、作れます。また、生徒のアイデア次第で奇想天外な動きも作れると思っています。今回は簡単な動きだけですが、目標は災害時に瓦礫の中に閉じ込められた人を探して、見つけ出した場合には、ペットボトルで水を運んだり無線機を搭載して閉じ込められた人を励ますレスキューロボットにしたいと考えています。レスキューロボットを教材にしたい理由は、災害時に学校が、活動拠点となります。授業の教材として使えば40台のロボットが常時学校にありますので、災害時に授業を受けた生徒が実際にロボットを操縦して救助活動をすることが可能となります。展開します。今日の動きでは、レスキューロボットには程遠いというふうに思ってますが、しかし6年前に KHR が発売されるまでは、個人で義足歩行ロボットが買えるとは夢にも想像することができませんでしたので、きっと、10回のアニバーサリー大会では実用的なレスキューロボットに進化していると思います。以上で発表を終わります。はい、ありがとうございました。それでは審査Thank you.